写真越覧サービスの空中写真をもとに、作成吉祥寺駅は、東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目及び、同2丁目にある、東日本旅客鉄道、京王電鉄の駅である。JR 東日本の中央本線と、京王電鉄の井の頭線が乗り入れ、接続駅となっている。JR 東日本の駅に乗り入れている路線は、中央本線のみであるが、 一般列車の運転系統としては、急行線を走る中央線快速電車及び、観光線を走る、中央、総武線各駅停車の2系統が停車する。加えて、成田空港駅へ直通する特急、成田エクスプレスが停車する。京王井の頭線は当駅を終点としている。旧駅車南北に自由通路があり、行き来ができる。 JR 東日本ステーションサービスが、駅業務を受託している、三鷹駅管理の業務委託駅で、島式ホーム2面4線を有する高架駅である。エスカレーターとエレベーターが設置されている。改札口は、中央にある中央口、公園口、アトレ本館口、および西尾窪寄りにある、アトレ東館口の4カ所である。なお、東隣の西荻窪駅から、 東京特部に入るため、当駅が、中央本線での八王子市社館内最東の駅となる。そのため、当駅と、西尾木久保駅の間に、東京支社との境界標が設置されている。乗り場発車メロディー、井の頭北管区所属。京王電鉄の駅で唯一、武蔵野市に所在する。東端式ホーム2面2線を有する高架駅である。 改札は一箇所で、その脇に、キラリナ京王吉祥寺への入り口がある。正面にはエスカレーターがあり、降りると、JR 公園口改札がある。乗り場あたり駅は北口、南口ともに、多くのバス路線が発着しており、当駅の所在地である、武蔵野市民のほか、三鷹市、練馬区、杉並区の住民及び、埼玉県新座市などからの利用も可能である。 吉祥寺は、多摩地区でも、屈指の繁華街のため、隣接する、宿以外からも多くの人が集まる。各年度の1日平均乗降辞任の推移は、下表の通り。各年度の1日平均乗車辞任の推移は、下表の通り。駅前北口広場駅周辺は、武蔵野市の中心市街地であるだけでなく、周辺の市役からも人を引きつける多摩地域有数の、 商業地域であり、立川、町田、八王子とともに、多摩地域の四大繁華街の一角を占める。大型商業施設のほかオープンカフェ、飲食店、ブランドショップ、古着屋などが所狭しと立ち並んでいる。駅から、練馬区、杉並区、三鷹市の境界まで徒歩県内である。中央口は広く、メイン出口である。緑の窓口があり、待ち合わせ場所として、 人が多い。公園口を出ると、京王井の頭線の乗り場がある。駅前は、広いロータリーになっており、武蔵関、大泉、石寺井、柳沢、西小木久保、中野方面の路線バスが発着している。アーケード商店街として、サンロードとダイヤ街が、駅前から伸びており、この2つが、北口のメインストリートとなる。 駅前から北西に伸びるダイヤ街を抜けた先に東急百貨店吉祥寺店がある。そのさらに北西側は急速に商業地下が進んだ一帯で通称東急裏と呼ばれておりオープンカフェやブランドショップが密集している。駅の北東にはヨドバシ吉祥寺があり、その東側の一帯は風俗店などが立ち並ぶ歓楽街となっている。 現在のヨドバシ吉祥寺の建物はかつて近鉄百貨店東京店だったため周辺一帯は通称近鉄裏と呼ばれていた2000年代以降では東急裏をはじめとする他地区のテナント両強等を嫌ったエスニックショップなどが進出している公園口商店街を助行するバス南口も商業地区だがその範囲は北口側に比べて狭い 京王井の頭線の駅ビルである、キラリナ京王吉祥寺と直結している。南口のパークロード商店街は、バスの通り道になっているにもかかわらず福音が狭く、かつ、人通りが昼夜を問わず多い。そのため、人や自転車すれすれのところをバスが徐行し、安全面で問題となっている。駅から徒歩5分の場所に、高楽地である、井の頭恩師公園がある。 特に花見の時期には多くの人が訪れる。駅から公園までの道沿いには、焼き鳥店、伊勢屋をはじめ、飲食店やカフェ、古着屋も多い。東進ハイスクールや、東進衛生予備校を展開する長瀬の本社も位置しており、東進ハイスクールの本部もある。乗り場は、北口、中央口と公園口の二つに大別される。 駅近くの吉祥寺駅に関東バスと西武バスの路線が乗り入れる。主に北側に向かう路線と東側に向かう路線が発着する。関東バスは五日市街道営業所、武蔵野営業所、大梅街道営業所、西武バスは上社区寺営業所と滝山営業所がそれぞれ担当する。各路線の詳細は営業所記事を参照。以下のバスの発着以外にも、 路線バスの交車専用停留所にもなっている。停車するのは、小田急バスと、京王バス東の公園口から発車する便で、基地さんは、終日、宿44の一部の便、また、それ以外の便でも夕方以降はすべて中央口に到着する。なお、小田急バスの中央口に到着するバスの行き先は、吉祥寺駅中央口に設定されている。 駅近くの吉祥寺駅に小田急バースと京王バス東の路線が、同停留所近くの吉祥寺駅南口に関東バスが乗り入れる。主に南西側に向かう路線が発着する。小田急バスは吉祥寺営業所と武蔵坂井営業所、ムーバスは関東バスの武蔵野営業所、京王バスは調布営業所がそれぞれ担当する。各路線の詳細は営業所記事を参照。 北口仮設駅舎工事中の駅北口、キラリナ慶応吉祥寺2010年3月より、JR 東日本が吉祥寺駅の高架橋体進化と利便性改善のため改修工事に着手2014年に完成した。改修内容としては、中央改札口の工事期間中は、北口歩道上に仮設駅舎が設置され、仮改札口から、 北口方面に出入りしていた。高架橋となっている井の頭線の駅舎は、コンクリート区体が井の頭公園、吉祥時間開通時の1934年、鉄骨橋梁が1977年に構築されたもので、老朽化が進んでいたほか、耐震化工事も必要になっていた。そのため、2007年12月から2010年にかけて、 高架橋の改築とホームの改良工事を行った。工事の際には、たびたび二つある、井の頭線のホームのうち一つを閉鎖した。そして、2011年10月1日より公園口の南北自由通路の右側に、エレベーターが新設され、二階の切符売り場、JR 改札口だけでなく、三階の井の頭線の改札前へも運転されることとなった。 また、駅舎に隣接する京王吉祥寺駅ビルも1970年の建築から40年近く経過し、老朽化が進んでいたこともあり、2010年に4月、上旬から建て替え工事を行い、2014年4月に完成した。工事の間、テナントである湯沢屋と京文堂書店は、丸い吉祥寺店内に仮移転していたが、新ビル完成後に、各テナントとして、 再出展した。東日本旅客鉄道の特急、成田エクスプレスの隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。注釈出展報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。